FM 読谷防災情報番組緊急時は786。1時になりました。皆さんこんにちは。この時間は FM 読谷防災情報番組緊急時は786お届けいたします。さあ今日は2013年9月の19日木曜日となっています。そして今日ですね、旧暦では、8月の15日ということで、今日はですね十五夜となっているんですよね。さあここ沖縄県の方でも十五夜、はい、沖縄県の十五夜でですね、食べるものはふちゃぎといって、はい、お餅の周りにですね小豆がたくさんついたこのふちゃぎをですね、ひぬかんなどにですね、また豆豆麺などにお下げて、こちらですね十五夜を過ごすんですけれども、さあ本土の皆様の十五夜とここ沖縄県の十五夜ちょっと違うかもしれませんけどもね、それぞれのですね地域のまた、この過ごし方などがね、また食生活などもあっていいなということを感じますけどもね。さあ皆さんのですね十五夜はどんな形で過ごせますでしょうか。はい、今日またですね、お月様、はい、出るといいですね。いやしかしですね、今日はちょっとここ沖縄県のですね読谷村上空も、あまりお天気がいいとは言えませんね。時折ちょっと雨が降るようなこの今日のですねお天気となっているんですけれども、その各地の皆さんはですねいかがでしょうか。ちょっと若干ですね今のですね、ここ読谷村上空もですね雲に覆われている状況ですね。先ほどですね、お昼前はパラパラっとまた雨の方が降っておりましたけれどもね。さあこのお天気といったら本土の皆さん大丈夫だったでしょうかね。関東の方には台風18号ということで、こちらですね、もういよ苦労したみたいですけれども、また死者や行方不明者などがね出ていました。はい、この台風18号の被害ね、本当に大変だったと思いますけれども、お見舞い申し上げたいと思います。さあそこでまだまだ皆様に先ほどご紹介しました、今日は9月の19日、9月にですねこの台風が、はい、よく来るだろうと言われていますけれども、いろんなところでですね台風がちらほらと熱帯低気圧の方があるんですけれども、それが直接またねここ沖縄県の方に来ているということはですね今年はまだないようで、そのままですね本土の方に向かわれる太陽が台風が多いそうですけれども、さあそんな時にですね台風の備えしっかりやっていますか。
日頃ですね、ここ沖縄県の皆様はもう台風が来るにつれてですね、台風対策などしっかりと行っているかと思いますけれども、やはり本土の皆様はなかなかですね、この台風が来る、その備えっていうものができてないと思いますけれども、さあお互いですね、また沖縄県民の皆様は再確認をしていただきまして、また、こちらインターネット、ユーストリームをですね、見て、この防災情報番組を見ているあなた、また改めてちょっと感じていただきたいと思いますけれども、さあ今日ですねご紹介いたしますのは、まずこちら、ここ沖縄県のですね沖縄電力株式会社からの、台風対策についてですねちょっとご紹介いたしましょう。さあ電力といったらですね、台風時本当に大変ですよね。この電力会社に勤めている方たちにも頭が下がりますけども、やはり皆様の生活がかかっているということで、台風時も一生懸命この電線やまた、停電の地域をですね、1時間でも早く、通常の生活にですね戻そうと心がけている、電力会社の皆様でございます。さあそこでですね、沖縄電力からのお願いでございます。また台風接近前の対策のお願いです。台風が接近した場合は台風時期の前に、こちらビニールハウスや管理小屋の補修を終えるようにしておきましょう。もう熱帯低気圧となった時にはですね、農家の皆さんなどは、ビニールハウス、管理小屋、そしてね、この畑に置いております、このビニールハウスなどのね、補修などもしっかりと行っていただきたいと思います。また、ネットなどでの固定や早めの撤去でハウスのビニールのですね、飛散を防げるようになります。さあ、ビニールハウスですね。ビニールハウスだけではですね、やはり飛んでいってしまいます。そのためにも、ネットなどで固定、早めに徹底していただきたいと思います。そうすることによってビニールが飛ぶ心配がございません。しっかり行っててくださいね。ここ読谷村地域の方もですね、畑がたくさんあります。その中でもビニールハウスを使った、お野菜をですね作ってる皆様も、多くありますので、この台風時期にはですねしっかり固定の方もご協力お願いいたします。また、マルチはネットや土のうなどで押さえるようにしましょう。はい、こちら土の方にですね置いておりますマルチ、こちらはですねしっかりと土のうで押さえるようにしてください。また不要なビニール、マルチなどは、事前に片付けるようにしましょうね。そしてなんといっても最後に大切なものは、天気予報で台風をこまめに把握するようにしましょう。先ほどご紹介いたしました熱帯低気圧、その熱帯低気圧のですね、あたりからちょっと危ないかなと思ったらですね、早めの対策、来なかったら来なかったで外せばいいですからね。はい、しっかり台風をこまめに把握しておくことを心がけてください。また台風による停電、電線への樹木の接触や強風による断線、このようなものには十分気をつけるようにしましょう。ビニール、マルチなどが電線や電柱に引っかかると、風圧が増して電線が切れたり、また電線と電線が接触して停電につながる場合がございます。台風接近前の対策が大切になります。皆様のご協力、よろしくお願いいたします。そこで、皆様は危険な行為は絶対にしないでください。垂れ下がった電線や、また電線に絡みついたビニール、マルチなどを発見した場合は、触らず、速やかに、コールセンターまでご連絡ください。さあ、よくですね、台風後、ね、この風圧で切れた電線などがですね、よくですね、ペラペラとなってますけれども、それには絶対に触れないでくださいね。また、電線などに、絡まっているこのビニールなど、またですね、傘などもよく絡まってたりしますけれども、そういう時にはですね、自分で、電柱に登って取るような危険な行為は絶対にしないでください。また、こちらコールセンターまでということで、こちら停電などに関するお問い合わせは沖縄電力株式会社コールセンター、まずは那覇支店管内の方です。0120-586-2300、
0120-7701、那覇支店管内は 0120-586-701。 続きまして糸満営業所管内 0120-586-702、 0120-586-702 となっています。続きまして与那原営業所管内 0120-586-703、 586-703。 続いて浦添支店管内 0120-586-704、 0120-586-704。 続いてうるま支店管内 0120-586-705、 0120-586-705。こちら、うるま支店は、ここ、読谷村、嘉手納町の方もですね、うるま支店管内の方に入りますので、私たちは、このうるま支店管内の方にご連絡ください。0120-586-705、586-705。こちらが、うるま支店管内です。続いて、北部です。名護支店管内、0120-586-706、0120-586-706。宮古支店管内 0120-586-707。 八重山支店管内 0120-586-708。 また久米島伝業所管内 0120-586-709。 その他の離島伝業所は、伝業所はですね 0120-586-700 となっています。それぞれのですね、皆様がお住まいによります、沖縄電力株式会社コールセンター変わってきますので、ぜひしっかりと自分たちの方のですね地域も把握しておくようにしましょう。さあ、この時間はですね、もしいつ、来るかわからないこの台風、さあ台風対策、今日は沖縄電力からのお知らせということで、台風について皆様にお伝えいたしました。時刻は、1時13分にもう間もなくなります。さあ、曲短くなりますけれども、ちょっとお届けいたしましょう。ここね、フェミタンのスタジオの方にもお越しくださいました、イン・ヨンボさん、東日本大震災心の復興応援歌、お届けいたします。曲げてたまっか、どうぞ。君は君らしく、それが生きてゆく曲げてたまった、眩しくても凍えそうでも顔を上げて歩いて行こうと、大地の中から生まれた命、大空目指してまっすぐ幸せを探してみれば、心の中にある気づいたよ。今曲げてたまっか、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 ふるさと
お届けしております FM 読谷防災情報番組緊急時は786お届けしております。さあ、先週はですね、日本列島の方にですね、特に関東の方に台風18号が直接来てですね、死者やまた行方不明者を出したということで、さあ、いつ何時ですね、起こりうるかわからない自然災害。ここ沖縄県の方では今年は台風なかなか来ていませんが、皆様それでもまだ9月は終わっていません。さあ、いつ何時ですね、この台風が来るかわからないここ沖縄県の方でもですね、しっかりと、常日頃からですね、この台風対策などもですね行っててください。もし台風が発生した場合は必ずこまめにですね台風情報をですね自分なりに、調べ、そしてですねこまめに把握することをですね、お届け、またですねお伝えしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、詳しくはですね、今日の防災情報番組緊急時は786のですね最後にもお伝えするんですけれども、この時間にも少し触れておきましょう。ここ読谷村内の方でもですね、なんと今回は、戸口地区におきまして防災訓練が行われます。戸口地区のですね、自主防災会では平成25年度の防災訓練を10月の27日日曜日、10月27日日曜日、午前9時から12時まで古毛南小学校ですね、古毛南小学校にて行われます。戸口地区のですね自主防災会からのですねお知らせでございます。古毛南小学校が避難場所となっています。避難訓練や消火訓練、救急救命訓練、給食給水訓練などを行います。さあ、ぜひですねご協力の方もよろしくお願いいたします。戸口地区はですねこれで2回目でしょうか。昨年もですねこの古毛南小学校の方に戸口地区の皆様が避難をしてきました。戸口、あの場所は本当に難しくてですね、なんと道路をですねいくつか横断しなきゃいけません。特にまた車が多い横断をしなきゃいけないので、こちらの方にもどういう風な誘導が必要になってくるかっていうのもですねこの、防災訓練の中では行われるんですけれどもね、しっかりとまた戸口地区の皆様のですねご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、この平成25年度の、戸口地区のですね総合防災訓練実施予定ということで、多くのですねこの、地区防災会の皆様がですねご協力して、この最終的なですね防災訓練に結びつけていくんですけれども、それまでに多くのですねこの役員の皆さん、そして今年のですね、会員の皆さんなどがですね集まって、区民の皆様が一人でも怪我を負わずにですね避難ができるようにと、はい、しっかりとですね誘導してるっていうのも、ここで見えてきますよね。さあ、この総合防災訓練、大規模な地震などによる、各種災害の発生を想定して、戸口区民のですね、また戸口区民、そして、戸口地区に移住する村民や三田村役場、二来消防本部、二来消防団、嘉手納警察署などの参加協力のもと、想定災害時における連携、対応状況を確認し検討するとともに、災害発生に適切な迅速な対応ができるよう住民の防災意識の高揚を図ることを目的に、今回の戸口地区の防災訓練が行われます。ぜひ多くの皆様がですね、参加していただきまして、この自然災害、いつ起こりうるかわからない自然災害の方にもしっかりとですね、区民の皆様一層になって把握していただきたいと思いますので、どうぞご協力の方もお願いいたします。今日最後にですねまた、皆様に詳しくお伝えいたします。10月27日日曜日、読谷村の戸口地区防災訓練、午前9時から12時に古毛南小学校にて行われますので、ぜひ戸口区民の皆様、戸口地区にですねお住まいの皆様ご協力よろしくお願いいたします。
さあ、こちらですね、防災訓練のお話をさせていただきましたけれども、ね、本当にこういうふうにですね、大添地区などでも、この防災訓練などが行われてですね、区民の皆様が今、大添は本当に一つになろうと、頑張っていますので、いつ何時起こりうるかわからないこの災害に備えてですね、しっかりと隣近所、そしてご家族の皆様が、自分たちが逃げる場所、自分たちがですね、いる、いな、行かなきゃいけない場所をですね、しっかり把握されている、そういうところが本当に防災訓練の方で培ってくるのではないかなと思いますので、ぜひ、あ、受けねえ、やらなくていいさ、ではなくて、ぜひ一緒にですね、午前中だけです。お時間をください。避難するだけでも構いません。皆様のご協力が必要となってきています。どうぞよろしくお願いいたします。2011年、東日本大震災、多くの命を奪ってしまいましたこの自然災害、今もなお東北の皆様はですね、この東日本大震災の抜け跡から抜け出せていません。そんな中、多くの皆様が今ようやく国やまた様々な団体が動き始めている福島。さあ、この2011年の東日本大震災に伴う福島第一原発の事故対応が始まると、なんと今日はですね、車で有名なホンダ、ご存知ですよね。さあ、このホンダのちょっとロボットをご紹介したいと思います。このロボット、ホンダのロボットイコールもう皆さんご存知、アシモくん知ってますよね。はい。このアシモがですね、この福島第一原発へ向かって、そして今大活躍をしているということを皆さんご存知でしょうか。少しちょっとご紹介しましょう。東日本大震災に伴う福島第一原発の事故対応が始まると、お客様からホンダへ期待の声が多く寄せられたそうです。また同じ時期に、アシモの開発メンバーからも、自分たちも役に立ちたい、という声が上がったそうです。また、ホンダのアシモがそのまま行くことはできないが、開発で培った技術はきっと役立つはずだと、このメンバーは、開発メンバーは言ってたそうです。それから約2年間にわたり、ホンダは独立行政法人産業技術総合研究所と共同で、厳しい環境でも活躍できるロボットの開発に取り組んできました。そして遠隔操作で原子炉建屋内の暗くて狭い場所を移動させることができ、アームを伸ばして先端が構造物にぶつかることなく7メートルの高所に到達させ調査することのできる高所調査用ロボットの開発に成功したそうです。そしてこのロボットは今年の6月から実際に現場で稼働を開始しているそうです。さあ、この調査用のアームロボットには、アシモの多関節のですね、多関節同時整合システムね、アシモがちょっと関節を曲げたり伸ばしたりするこのシステムを組み入れ、姿勢を安定させる、整合技術が活用されたそうです。また原子炉建屋内の構造物が入り組んだ状況で11箇所の関節を動かして、高いところまた狭い場所でも隠れて見えない対象物にも備えですね、アームの先端につけた
カメラやまたレーザーの軽量計を使って詳細な画像や3次元のですね、形状データの確認、また電源の特定などを行うことができるように開発された調査用アームロボット完成し、今年の6月から実際に福島第一原発の方で稼働しているそうです。さあ、これね、想定されるまで作業環境をですね、模索し、また環境を作り、実際このようなですね、実験などが何度も何度も繰り返され、早く自分たちのこの足もがね、何かこの福島第一原発に、また東北の皆様に役に立ちたいと、そんな思いがですね、込められた、今回のロボットとなりました。高所調査用ロボット、その、ロボットが開発され、今なお、実際にこの現場で稼働しているということを聞き、少しずつではありますが、前に進んできているのかなということを感じますけどもね。はい、皆さんはいかが思いですか。このように様々な企業で自分たちがですね、できること、自分たちがやらなきゃいけないこと、そういう技術をですね、お互い確認し合いながら、自分たちができることをまた提供する、そんな企業がやはり日本には多くあるんだなということをですね、今回のホンダのアシモの技術がなんと福島第一原発へでも、稼働しているということをですね、聞いて、やはり日本人は捨てたもんじゃないなということをですね、改めて感じる記事でございました。出来事に苦
らしにも疲れてきた私の心が変わる時いつもそばにあなたが優しさは強さね続けることへの代名詞この坂を滑るあなたは飛び立つ前の滑走路頑張って身を隠したどり着けばふるさと大切な人がいた私を愛する人守り続けるあなたは決して夢をなくさず昔から不器用で駆けっこも遅い人一つだけ言えることはあ歩くことだけは負けない頑張って頑張ってゆくあなたが好き優しさは強さねことへの代名詞この坂を滑るあなたは飛び立つ前の滑走路頑張って曲はイ・ヨンボさんで、こちらですね頑張ってお届けいたしました。
さあ、この今日おかけしておりますイーヨンボさんも震災後ですね、原発事故のですね、一番この収容人数が多かった福島県でですね、収容人数の多かった避難所ビッグパレット福島にですね、足を運んだこのアーティストでございます。イーヨンボさんはですね、ギターを片手に、飛び込んできてくれたそうです。さあ、このイーヨンボさんの曲をですね、一人でも多く、聴いてほしい、また、この喫煙所などの片隅で天を指さして、ほら春が来たと歌ってくださっていたそうです。たった一人でも大事にしてくださるヨンボさんに、心とまた勇気をいただいたそうです。そんな中、歌の中にも冬は必ず、春となると前向きに生きる元気も、皆様に届けたそうです。また昔からの友が今一番大変な思いをしている被災地に何度も激励に駆けつけてくださっていることで、心より感謝しているそうです。ヨンボさんの詩の心の中には、染み込んできて、負けてたまっかと毎日元気に顔バレします。そう、頑張れますということです。さあね、ヨンボさんを慕ってですね、段ボールなどで絵を描いてイーヨンボさんの方にプレゼントをされた遠藤さんでございます。さあね、今回イーヨンボさんのほら春が来た、その中にですね、いくつかの、曲も含まれているんですけども、その中、先ほどご紹介しました頑張って、もちろん東北の皆様に頑張ってというですね、気持ちを込められているかもしれませんけれども、今ここ沖縄県の方にいる、そして読谷村の土地にいます。そこの土地の、その土地に足をですね、踏み入れている皆さんも、しっかりとですね、また自分たちがこういう大きなですね、災害が起きた時にはどう対処するかっていうこともですね、しっかり考えていただきたいと思います。ですけどもね、皆様にお知らせがございます。こちらですね、第4回防災コンテスト事務局からのお知らせでございます。地域の防災活動に役立つ防災コンテストを開催。防災マップ作りと防災ラジオドラマ作りを通じて、災害に強い共同型地域を作ることが目的です。概要といたしまして、独立行政法人防災科学技術研究所、理事長は岡田さん。地域の防災力を高めるために取り組みとして、地域の様々なコミュニティが共同して防災活動に取り組んでいただくことを目的に、第4回防災コンテスト6月1日に開催しております。そこで応募締め切りが11月の30日、そしてその後審査をいたしまして、表彰のシンポジウムが年を明けまして2月22日、にゃんにゃんにゃんって言うってことですね、はい、平成26年2月22日、2が3つ揃った時に表彰シンポジウムを開催するそうです。参加資格は、本コンテストでは弊社が開発した e コミュニティプラネットフォームを活用し、防災活動を共に取り組む仲間や災害時に協力し合う仲間と絆を作りながら、防災マップ及び防災ラジオドラマを作っていただきたいと思います。さあ、この e 防災マップ、地域の防災に役立つ情報を地図に表したもの、こういうものがですね、あるのとないのでは全然違ってきますので、ぜひご家庭の方でもですね、こういうことを進めていただきたいと思います。さあ、このですね、いい防災マップ、地域の防災に役立つ情報を地図に表したもの、例といたしまして、過去の地域の、災害履歴や経験に関するマップ、また平時の防災活動や防災訓練に関するマップ、
災害時の避難な、安全な避難や対応に関するマップ、また要援護所などの火災対応に関するマップ、それぞれですね、しっかりとしたマップ作りがございます。茨城県つくば市のですね、子どもたちも積極的に福島の大原発からですね、少しでも歩行を楽にさせてあげようということで、頑張っています。さあ、このようにですね、防災マップオリジナルで作ってみませんか？また防災ラジオドラマ作ってみてもいいかと思いますよ。さあ、詳しくは防災コンテストウェブサイトの方にもございます。また防災コンテスト事務局と入れていただきますと、電話番号 029-264-2287、 264-2287 まで、お問い合わせください。防災コンテストウェブサイト、もしくは防災コンテスト事務局の方までですね、お問い合わせいただきますと、詳しい内容などもですね、しっかり皆様にお伝えできるかと思います。さあ、ぜひこういう風にですね、多くの皆様が参加していただきたいと思います。地域の防災活動に役立つ防災コンテストの開催、防災マップ作りと防災ラジオドラマ作りを通じて災害に強い、共同型地域を作ることを目的にしておりますので、ぜひ多くの皆様のですね、もちろん役員の皆様のご理解ご協力よろしくお願いいたします。さあ、多くの皆様のですね、応募お待ちしております。さあ、このようにですね、それぞれの方で、皆様にいかに少しでもこういう防災にですね、関わっていただきたいということで、あらゆる角度から、こういうですね、コンテストをしたり、また夏休みの宿題でも防災地図などを作った方も多いのではないでしょうか。作ったことがある人、作ったことがない人、これだけで差が出てきますから、ぜひ多くの皆様、まずはご家族でお話し合っていただきまして、自分たち家族が避難する場所、どこに避難をしたらいいのか、どこで巡り合ったらいいのかというところもですね、しっかりと把握していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、お届けしております防災情報番組緊急時は786、CM を明けまして最終コーナーとなります。さあ、最終コーナーは沖縄気象台からの発表、そして10月の27日に日曜日に行われます、徳地区のですね、地区防災訓練などのですね、内容を皆様に詳しくお伝えいたします。
時刻は1時47分になりました。この時間一曲お届けいたしましょう。ボーカルのんちゃん、キーボード庄司、虹色花火、どうぞ。音楽を通して愛を届けるチャリティープロジェクト、こちら昭和虹色花火お届けいたしました。さあね、可愛らしい声のボーカルのんちゃんの声でですね、これをですね CD をやはり東日本大震災のためにということでチャリティーで頑張ってるそうですよね。
さあこういうですね、また一人一人が頑張って、東北に元気を送ろうと、ね、そういう活動をしている方たちもたくさんいるということも覚えててください。さあそれでは続きまして、沖縄気象台からのお知らせでございます。もう皆様ご存知ですよね、気象庁では8月から特別警報発表開始しております。気象庁ではこれまで暴風や大雨、津波、高潮などによる重大な災害の起こる恐れがあるときに警報を発表して警戒を呼びかけていました。より甚だしい暴風や大雨、大きな津波などが予想され、重大な災害が起こる危険性が非常に高まっていることをお知らせする特別警戒を呼びかけるために、新たに特別警報を発表いたしました。さあこのようにですね、気象庁の方ではですね、8月から特別警報の運用がスタートしましたということで、皆様にこの時間も、そして朝の情報番組の中でもお伝えいたしました。またテレビや、ラジオ、そして新聞などにも大きく取り上げられておりました。特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあるということを確認してください。野外の状況や避難指示、避難勧告などに留意し、直ちに命を守るための行動を取るようにしましょう。また大雨などの被害を防ぐには、時間を追って発表される注意報や警報、その他の気象情報を活用し、早め早めの行動を取ることが、あなたや、そして家族の命を守ることになります。さあまた、この8月から運用開始しております、特別警報、詳細については、気象庁ホームページの方でもご覧になれますので、ぜひ、こちらの方もご家族で確認してみてください。8月から気象庁の方では、特別警報を運営となっています。さあ、そして最後に、10月27日日曜日午前9時から12時の間、戸久地区防災訓練が実施されます。戸久地区の皆様、また戸久地移住の皆様、古毛南小学校の方に当日は避難をしていただきますよう、こちら防災訓練でございますので、ご協力をお願いいたします。朝9時から12時までとなっておりますので、多くのですね、区民の皆様、また戸口地区にお住まいの皆様のご協力よろしくお願いいたします。また戸口地区はですね、この戸口区民の皆様の中に、外国人の方もいらっしゃいます。外国人の方にもですね、隣近所声をですね、かけてあげて一緒に避難をしていただきますよう、こちらの方もご協力お願いいたします。以上、戸口地区防災訓練のお知らせでございました。さあお送りしてきました FM 読谷防災情報番組、緊急時は786。さあ今日もですね、様々な防災の仕方、そしてまた防災訓練などがですね、実施されるということをこの時間にご紹介させていただきました。また来週のこの時間もですね、しっかりと皆様と一緒に防災について考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。防災情報番組、緊急時は786、お相手は日上幸でした。また来週この時間にお耳にかかりましょう。